三番どうも、ガオツーと申します。今回は、はい、今、正面に見えるのが、見えるかな、あの、只見ダムですね。失礼、阿古倉ダムですね。はい、ここからスタートで、252号線、60里越えを、行ってみたいと思います。あんまり喋ることないかもしれないですけど、興味あったら見てくださいってことで、60里越え始まりました。なかなかに、来ることも少ないので、はい、今回は、福島県の只見町側から新潟県の魚沼市側へ抜ける道とを取ってみたいと思います。なかなかやっぱ上りはきついですね。まあ、今回あの只見町の方からてか福島側から、新潟側へ抜けるっていう、まあ、理由はですね、栃木県の方で、那須町の方で、オフ会があったその帰りですね、那須町黒田原で、オフ会がありまして、まあ、そちらからの帰り道ということになります。まあ、私にとっては見慣れた道なんですけどね、まあ、ちょっと撮ってみようかなと思います。まあ、今回のオフ会っていうのは、まあ、ある意味2つあってですね、2つのオフ会がありまして、まあそれを両方こなしてきたと、そういった感じですね。1つは黒田原ダッパラジオさんの方のパーソナリティやってらっしゃる、マッシーさんのオフ会で、もう一つは主催者がちょっと急遽、いろいろあって、来ることができなかったんですけど、まあそちらでまあ、黒田原といえば平和なアルトノリさんのと一緒にいろいろ、またおっさん飲み会やろうみたいな感じでのオフ会でしたね。なので、よいしょ。まあ、私今回といいますか、前回千葉の方じゃねえや、牛久の方へ行った時に、石泥さんのお車に乗させていただいたんですけど、まあ、その時からちょっとね、他の方の車も、ちょっと運転させてもらおうかなみたいな感じで、最近ちょっとマニュアル車の方に興味を奪われてしまいまして、その辺で、ちょっとマニュアルに乗られてる方々の車ちょっと運転させてもらいましてね、いろいろと体験させてもらいましたが、やっぱりマニュアル車はいいなと、今回運転させてもらったのが、ですね、信号ありヨーデルマンさんっていう、かなり前から動画アップされて、最近はあんまりアップしてないんですけど、その方のね、ヨーデルマンさんの、まあ、シビックのハッチバック、これの 6MT をまず、試乗させていただいてですね、マニュアル車の楽しさをちょっと体験してきましたね。いやー、
でもあれ 1500cc のターボですけど、パワーやっぱりありますね。昔の私の乗ってた 1500cc、1800cc の N8 とは全然やっぱ違って、加速感といいますか、シートの後ろ側からこう押される感じのね、あの、体験をさせてもらって、まあ、やっぱりターボはすごいなと、マニュアル車はいいなというふうに感じましたね。そんなんで、またあ大丈夫か、ここはこう今日はあのお休みなんで、多分工事の方もやってないいないとは思いますんで、スムースに通れるんじゃないかなと思いますが、うん、まあそういうことで、あの、いろんな方のマニュアル車体験させてもらいまして、あとあのアルトのワークスってのもあれもすごいですね、やっぱまあ基本ターボで、64馬力でマニュアル車っていうとやっぱり、うん、加速感はいいなと思いましたね。まあ、乗させていただいたのは、灰原さんっていう方のワークスで、まあ、アルトワークスで、いろいろですね、パワーアップされてまして、まあ、その辺、やっぱり、あと足回りもかっちり、作り込んでたんで、すごく、なんていうのかな、安定した、走りが体験できましたね。まあ私のこのワゴンアルトは全然違うなと、まあすごく足回りのいい、パワーのあるアルトワークスを体験させてもらいました。はい。ちょっとね、私はああいうのをきっちり足回りやら、いろいろとパワーアップやらした、のはちょっとね、気使うんですよね。まあ、神経すり減るみたいな、そんな感じ、でしたね。なかなかシビアな車でね、でも面白い。まあでもあれ、私の年、年齢からするとちょっと、厳しいかな。まあ30代、20代、30代だったら、ああいう作り込みの車もいいのかなーなんて思いましたが。はい、信号待ち。はい、再スタート。まあそういうことで、アルトワークスのね、あれはモンスタースポーツさんでやられてるんですかね、いろいろと、はい、ベースにプラスアルファ、こんな感じのお車乗させていただきました。あれがな、自分がその30代ぐらいでね、あれば、まあ、もうちょっと、楽しく、もうちょっと楽しくっていうか、なんだろうな、なんて言えばいいんだろう、まあ、夜年並みに勝てないですけど、楽しめたかな、もうちょっと若かったら、もうちょっと楽しめたかな、そんな風に感じます。はい、そんなんで、ここは今、只見線、の脇といいますか、今上、これからちょっと離れますけど、と、並走できるよい何をやってんだ
早く行けどうすんだこういう人がいるから困るんだよな。まあ、只見線を追っかける人もいるんでね、この道ちょっと気をつけてないとこういうことがあるという道ですね。何を考えてるんだかな。困りましたライトもつけずに、この道意外とねライトオンでずっと走ってないとちょっと嫌だなっていう時がありますね。なので私はこの道通るときはライトオンですね。明るかろうかまあまあ明るすぎるときはあんまりつけないですけど、まあ朝方のちょっと暗い、だいたい日が昇ってしばらくまだね山の陰で太陽が出てこないみたいな時もありますんで、そういう時はずっとライトオンですね。まあトンネルもねこれ明かりがないんで、福島側今白川トンネルですけど、そのライトが全くない、自分のヘッドライトオンリーということで、画面の方どうなってるかな、ちょっと分かんないですけど、こういうトンネルが結構あるんで、気をつけていただきたいなさっきみたいな車は嫌だなという感じですね。まあスノーシェッドもいっぱいあるし、ここはやっぱりヘッドライトつけてた方が無難でしょう。はい、もうすぐ頂上かな。かな。まあてっぺんのあたりが確か岐阜県と福島県の、県境だったような気がしますが、その辺は私うろ覚え。やっぱりエンジンになりますな。こういう時はねマニュアルがいいなーなんてつくづく思うんですけどね。また信号工事、はい信号待ちです。はい、再スタート。橋の欄干がちょっと傷んでるみたいですね。何があったんだろう。比較的新しい欄干なんですけどね、ぐにゃっと曲がってましたね。あ、何だったんだろう。まあ、しばらくは工事中かなと。はい、まあここはね冬場は閉鎖されるんでね、まあいろいろとありますわね雪の影響で。
あれが倒れたとかね、これが曲がったとかね、小出の高速のインターチェンジまで、46キロぐらいあるそうですあんな看板初めて見たな。まだ県境は先ですね。ここは青になっている。到着だよ。あ、工事期間は、工事区間は短いですね。
ちゃうんでね、困りますね。小出まで45キロ。段差があります。段差っていうか、これかな。だからさっさっさっと、横溝みたいなのが切ってあって、ガタガタですね。あまりスピード出しちゃいかんよということでしょうか。でも本当ヘアピンが結構あるんでね。まだありますね。まだありますね。やだーもうやだなあ、もうそろそろ終わってもういいでしょ、そろそろ終わりでしょ。まだかい、もう終わりでしょ。まだあんの？やだ。でしょ。でガタ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 。だだ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 だ。はい。まあこれでヘアピン終わったかな。あとはワインディングって感じですかね。お茶飲む暇もねえな本当に。コーナーばっかりで。多分ね、もうちょっと行くと、只見線を取るいいロケーションがあるんですけどね、まだ先だな。もうちょい先っすね。Thank you.
線が、この252号線と並走を始めると思ったんですけど、この辺のはずなんだけどな。で、大体この辺からですね、いいロケーションないかななんて、ね、探すんですけど、なんか看板がある、読めない、雨が降ると、雨がいっぱい降ると通行止めになるよっていう看板でしたね。ということで、今あの画面だと左側の方を、この辺も並走してますね、只見線が。多分ね、こういう路側帯に止まってる人はね、只見線写真撮られる方かななんて思います。時間からするとそろそろ小出川から只見町の方へ向かうのが来るのかなという感じですね。私この辺で構えることありますね、たまにね。あともうちょっと先へ行くと、確か橋を渡る、ここですね。この左のところ、今あの橋が見えるんですけど、画面は無理かな。ここら辺で並走して、今あの S 字のところ、左に見えたかな、軽自動車の軽トラの向こう側に S 字が見えるんですけど、そこら辺の撮影とか、あとこの辺、今左側川があって赤い鉄橋があるんですけど、この辺渡る只見線とかね、撮ったりします。あ、ここは今左トンネルですね、只見線のトンネル。そんなところで写真を撮ったりもします。今日はパスです。時間帯からするとちょっと列車はディーゼル機関車はちょっと時間合わないかな。はい、でここずっと只見線並走です。はい、1日に3往復だったかな、しかしないので、
まあ本当時刻表を調べてこないと、まあ、空振りっていうのが、ね、で時間いっぱい待たなきゃいけないとか、逃しちゃったとか結構ありますね。まあこれから紅葉時期、紅葉と只見線いいかもしれないですね。まあそういったところでやっぱり紅葉っつったらやっぱり赤か黄色、そういった色のある場所を探さなきゃいけないと。ここ今只見線をまたぐような形で上を通ります。今度左側ですね、只見線が。まあ、この辺は冬場たまに来ますね。交通止めのところからちょっと感じ気吐いて歩いて、どれぐらいかな、1キロぐらい、1.5 キロ、2キロいろいろありますけど、いい場所を見つけたらそこで、まあ、ここはね年中、通る場所なんで、取りに来たりしますね。この辺も川を渡る、只見線が川を渡るというところでいいかもしれない。ここも、完全に並走ですね。ススキがちょっと邪魔で本当の並走というのは厳しいですけど、あ、ここは大丈夫ですね。ここは車両がバッチリ見える場所。ということはかな、工事かな、それとも写真かな、よくわかんない。はい、ということで、はい、60里越え終わりかな。もうすぐ大白川の駅なので、まあ60里越えとしてはこの辺までかな。そういったところで、今回の動画は終了したいと思います。大白川の駅でやめようかな。はい、ということで、ここも左側鉄橋があって、なかなかいいですよまあ、あとは以前只見線変装した動画上げてるんで、興味があったら見てください。はい、首拾いかな、くるみ拾いかな、落ちちゃいましたね。はい、ここが大白川の駅ですね。ということで、まあ今回只見線と変装はしませんが、まあしませんでしたが、60里越えということで動画撮ってみました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ガオチューでした。失礼します。